亜麻環に対して要するにあなた方というか仏教徒がね、仏教徒は亜麻環のことを大日如来と呼んでますよ、ね、だから亜麻環すなわち大日如来に対して呪いをかけるときには真言宗以外に頼んだり、真言宗以外の方法でしたり、まあというかまあはっきり言って真言宗以外に頼んだ場合には取り返しのつかないことになりますよ。あなたが気をつけてね。